隣のナースエイド、校長を支える河江里奈の類いまれな無声援。詰め込みすぎな内容を渋滞させない添付の際。河江里奈28主演の隣のナースエイド、日本テレビ系の第5話、衝撃。大会 2>, 2月7日夜10時から放送される。医療、コメディ恋愛、ミステリーとドラマ要素を詰め込みすぎ気味ではあるが。 俳優陣によって多くの視聴者に支持されている。第4話、新たな癖強キャラ現るは1月31日に放送され、世帯平均視聴率が7.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区で、前回から0.7ポイント減だったものの7%台を、その秘密は河江里奈の演技にありそうだ。このドラマは、新人ナースエイド桜場 河江が、天才イケメン外科医龍崎大河、高杉真宙27との出会いによって、自分の生きる道を見出していく病院ライフエンターテインメント。医療ドラマかと思えば恋愛要素、さらにコミカルなシーンも。